ございます。今10時ちょっと前ぐらい、9時45分、今から都会に行きます。今日夕方都会で用事があるので、その前にちょっと買い物行ったりとかして、ちょっと昼間はそうやって過ごして、で用事に行こうと思ってます。なんか山がすごい、雪がめっちゃついてる。相当紅葉してる。今日の水筒はアイスコーヒーと氷入りの、こっちは氷なし、こうやって氷入りのウーロン茶、アイス冷たいやつと、これと同じやつがもう一本。この間 Google でベストショッピングモールカルガリーで調べたら、私たちがいつも行くとってるところは1番じゃなくて2番だったしのと、まあ、それは、まあ、2番でもいいんだけど、なんだっけ、あ、そう、1番のところは結構場所的にこっちからカルガリーのダウンタウン行く途中のハイウェイのすぐそばにあるから、あ、これ行きやすそうと思って、そのベストショッピングモールのところに行こうとしてます。そういえばガスって大丈夫？雲の中に山、来やすい、ここ来やすい、近いね。近いのもあるし、高速から、なんかこう、うん、高速からもぐわーっと車線変更したとかあんまなくて、あ、ほんとさらって来られた。じゃあ買い物だけだったら本当にここ、次からここ来てもいいかもね。めっちゃ来やすかった。しかもベストカルガリーベストショッピングモールって言ってたし、モールに着いた。うん、どこでもいい、どの店がいいとかよくわかんないから。モール着いた、サウスエントランスのとこだね、駐車場のね、サウスエントランスのスタバの横、覚えておかないと。ありがとう、ありがとう。うん、見たい。今コーヒープレス見てる。どれでもいいんだけど、もうちょっと上ちょっと足して、保温のやつが売ってれば保温のやつが欲しいから、他の店も見て、なかったらこれ買おう。トイザラス行きたい。行きたい。嘘、本当？で、もうデパートの中。何のおもちゃ買うの？変なやつ。わかるよ、わかるよ。うん。なんかすごい壮大なプラモデルとかそういうことでしょ？どこだろう、キッチン用品。あ、電ビ？電ビ、電ビ。あ、本当だ、電ビ売り場がある。あ、俺興奮してんだよ。本当。で、この間さ、電ビ買った時にさ、クレジットカード申し込んだら 15% 引きになるって言ったじゃん。次にもし電ビ買うことあったら、クレジットカード申し込もうかなと思って。あ、電ビ。あ、これもや似てんじゃん。あ、これ同じシリーズだよ。あ、じゃあ、こんなちっちゃい、でも、これ何に使うか。うち買ったものもあるよ。あ、本当だ。あ、本当だ。うん。ここら辺は電ビじゃないか。ここだけ電ビ。あ、こっち側も電ビ。これもかわいいね。うん、でもやっぱり私が買ったやつが一番いいな。コーヒープレスどこだろう。
夜間があってあるけど保温のやつないな。赤すごい埃かぶってる。嘘ないね、保温のやつないね。このミルクのなんだっけカプチーノ的なやつ のボーナスでついてるみたい。もし保温のやつ買わないな、もう見つからなくて買わないならこれがいいかな。これでもしかもこれ単品で買ったら15ドルだよ。ついてるのついてるのってのすごくない。ただ赤っていうのが気になる。同じ大きさでしょ。うんうん、いいね、これ。赤、いいような、良くないような、どっちだろう。ちょっとでも、周広。うん、ちっちゃいけど、でもこれにしようかな。いつもコーヒーを作りすぎ、いっぺんに作りすぎて、後から冷えたりしちゃうから、なるべく最近作りすぎないように気をつけたけど、わざとこのちっちゃいの方がいいかもしれない。それかもこれ一杯分にする?でもこれだと足りないんだよね。すぐ飲んじゃうんだよね、ごくごく。うん、これにしようかな、このちっちゃいの。まあ、クリームのやつついてないけど。これ何ミリ ?350。あ、ちょうどいいかもね。水筒、でもさ、水筒1個 500? これが350か。350だとちょっとちっちゃいな。これが600?でもこれ600、まあこれぐらいがいいかなという気もするけど、これとこれと値段一緒で、こっち大きいの大きく入れれて、ミルクのやつがついてる。どっちがいいかな。こっち安っぽい。安っぽい。こっちの方がいいかな。やっぱ安い理由があるから、これがすごい安っぽい。これとかこう、ここもすごい汚れそうだし。うん、ちょっともうちょっと見ようかな。保温のやつもあるかもしれないし、あとスタバとかもちょっと見てみようかな。もしこの店で買うならこれだね、うん、もしやっぱ保温じゃないならこれかな。この木のやつ可愛くない、うん、大きさもちょうど良くない、うん、そのさっきと同じぐらいじゃない、うん、600ぐらいじゃない、うん、確かにこっちだね、うん、体を洗うスポンジが欲しい、うん、Can I help you guys find anything? Oh, just having a look. Thank you very much. Let me know if you have any questions. Thank you. これ、あと、これ買おう。あとちょっと見たい。アンドボディーボックスで買ったけど、なんか今袋が切れてるんだって。なんかビクトリアシークレットの袋に入れてくれた。すごくない。今スタバにコーヒープレス見に来た。これとかかっこいいな。かっこいいけど、なんかスタバのやつは普通のコーヒープレスのメーカーのにスタバでコラボなんだ。どうしようかな。多分スタバじゃないのにするかな。みんなアップルストアに行かなかったし。なのでどうなの。
ってより安いね、バッカ今。本当。デパートとスタバと、あとこのキッチンお品屋さんと3カ所見て、見比べて、また一番最初の店に戻ってきた。かわいい。これもかっこいいけど。My folks, you doing okay? Yeah, I'm gonna take that one first. I got this one. Oh, okay, is it? Thank you. Nice to have long arms, eh? Yeah. I'll put it up front for you, dear. そう、これにしたけど、双葉のやつはこの会社のやつとコラボだった。レジ前にこれはセールで売ってるのを見て、こっちにやっぱしようかなと、あんなにいろいろ店をでも買うって時になって、やっぱりこれにしようかなと思えてきた。ピンクと黒あるけど、ピンクの色は好きだけど、黒は絶対に使いやすいよ。Welcome, Miss. How are you? This is a good deal. Yes, you're welcome, boss.But I don't really care either way, you know. I'll give you a bag then. Thank you. I thought you were giving it as a gift. It's for yourself, right? Yeah. Okay. Thank you. Enjoy. Thanks. Thank you. Welcome, how are you? Yeah, thank you. コージーエンドワークス戻ってきた。ハンドソープ買おうかなと思って。このケースは別に買うんだよ。別に買うの？これにはめてデコレーションするっていうのが、こうやってこれを売ってる。え？何に関してる？でもほら、これとか可愛い。可愛いだな。これじゃん。今何見た？これじゃん。じゃん。今入れたばっかり。じゃこれとこれ入れようとしたから、どっちを入れたの？この辺もハンドソープ。かわいい。大きさ的にどうなんだろう。こっちの方がちょっと大きいか。今4つでしょ。ハンドソープって手洗うとき、そう、コミンは手洗うとき石鹸使わないかもしれないけど、私は使ってるからさ。こんな買って何年ですか。え、何年ぐらい使ってる。すぐ使い終わっちゃう。ハンドだから今さ、石鹸にしてる。ハンドソープにしてないです。これもハンドソープだ。今これ何個、もう5個ぐらいいっちゃったかな。 5? ナッツキャラメル、また新しいこの入れ物に入れてくれた。さっきよりでも小さい入れ物ね。こっちの方がなんか収まりがいいな。
今日は服とかは見ないでコーヒープレス見て歩いたのと、あ、ボディシャンプーとボディソープとボディローションとハンドソープとか、なんか試食してるの。 Thank you。 あ、ナイス、あったかい。今お腹空いてるからだ。シナモンロール。今からアジアのモールに向かいます。そこでご飯も食べて、あと今米がないから米買ったり、まあ、食料品買おうと思ってます。Turn left.